まずは、メインストーリーからいきましょう。メインストーリーの湯を解放したのでサバイバルごっこ。ほら、確かに。はい。あれ、いくぞ。鳴らされてるな。はい。ごっこ。おかしいよ。はい。ちょ待って待って。マジか。ね。もともと乗ってた船に助けてもらって。ちょっと待って。え？はあ？マジか。5分。は。トッティ、ちゃっかりしてるな。運がいいっていいのかな。実際は、かなりそれで不運だけどね。これは見たっけな。サマ見たっけな。ニューついてないから見たのかな。嫌な予感しかしないんだけど、重始末の身が危ない気がするんだけど、嫌な予感しかしないんだよね。兄弟のうち一人でも出てたら嫌な予感しかしないんだよな。やっぱりだ恐れていたことが。嘘だろう。
まさかだな。ああ面白かった。よし飲みに行こう。うん、うん、ああそっか。怖い怖い。さすが十四松怖い。十四松です。マーベラス、あん、出てくの、まさにマーベラス、マーベラス。この時間がもっと おそ松さん、欲張りニートアイランド。今回もやっていきたいと思うんですけど、ちょっと日にちが空きました。理由はまあ理由はまあ、ライビュー息子が帰ってきたよ、全員集合、トトコも最高のライブビューイングを見て、ちょっとね、日にちが空いてしまったもので、と思ったらもうね、俺に会いに来たお前のプレゼントだ、遠慮せずに受け取る。残り1時間、いや1日の2時間になっちゃいました。もう短いですよ。なのにまだ1万2000ぐらいしかいってないんですよ。これはやばい。しょうがないな。このままだと2枚ぐらいになっちゃうかな。もう1枚ぐらい欲しい。で、やっとくだよ、これ開けれるの。クルーザ。来た、クルーザ。壊した。壊してるよ。クルーザーが装着するようになりましたね。積み込んで出発させるとフラッグやクルーザーポイントがもらえます。いろんな人にお手伝いしてもらえるので満載にして出発させましょう。橋壊してんだけど、ちょっと どうしたどういうことなんだろうか。ちょっと待って。これ、ん、はたぼうなの、やっぱり。ハッスルハッスルマッスル。ふん、久しぶりだな。どうした、またもうかったじゃん。いいね、ほんとくだらないよね。全然いいよ。え、で、ホスト？なんだこれ？タップして。なんだこれ？お手伝い募集中？どういうこと？募集を出せばいいってこと？お肉少ないんだけど。ちょっとまず自分でやってみるか。まずはこうするでしょ。なんか他の人のところ手伝いしたことはあるんですけど、なんかこれでいけるよね。こうするでしょ、こうでしょ。1個しか持ってない。おう、あ、これでも、あ、これでもたまるんだ。はぁ、確か馬のやつだったよね、これ。どうも、チョロマツです。頻繁に使うというね。で、馬で、馬、あ、もらってね。私はトトコ、見ての通り超絶可愛いの。トトコちゃん、あ、ちょっと待って、押せないって。場所変えればよかった。で、こうでしょ。
確かね、多分そんなお願いがあった。そう、確かそれが4時回ったから関係ないか。あのポイントもらえるやつ、これでしょ。でこれでいいのか。積みに完了、出ん石化完了か。で出発させる。残り時間0秒。プレザーポイントから累計20ポイントに到達する。橋元に戻ったんだけど。次の到着まで3、あ、5で戻れるんだ。はぁ、あ、はぁはぁ、へぇー、クルーザーの方が早いな、確かに。はぁ、あ、お願いもはいいけど、クルーザーの方がもらえるポイントも多いしな。なんで最初からこれしなかったんだろうって思う。ハイド解放すればよかったな。もう残り1日しかないよ。どうしよう。熱々今川焼きを2個生産する。島に来る嫌味はいいか。えい、あと足りないの、じゃがいも減っちゃったから、ちょっとある程度やってこんなもんか。あとは大丈夫か。の話にして、なんかリンゴ求めてるのが、トトコちゃんとチョロマス兄さん、つまりありことですね。一話見た方ならは気づくはず。あれですね。あ、ジュシマスからもらえるのが牛乳ちゃ、うん、ありがとうジュシマス。確かお好み焼きだったっけ。にゃんにゃんでしょ、熱々。あ、これ醤油、醤油使うから、豆腐で。なぜそんな余裕なんだ、遅刻するぞ。熱々と、シロップはでも手に入るはずはず。よし、うん。あと卵でしょ。あ、まだあと手のやついた。で、よし、生地でしょ。生地と、あ、もうできてる。で、もう一個。こっちもやんないといけないんだよな。こっちは普通の建物だから。ちゃ。何してんの？ありゃー！誰かといないと何するかわからないっていうか。ドーンつって。ん？どうせーいつ。ああ、うん、なんで。うんうん、あ、そう。諦めた。あったかい。何して、一松先生何してるの。向き変更。顔、あれ。選抜みたいな感じになってるけど、服装変えればよかったな。顔がなんかすごいなんか迫真な感じなんだけど、ちょっと十四松、ちょっと完全十四松置いてくる。あったかい、変ね。あ、そういうわけね、そういうことね。
向き変えればわかるね。もうちょっと。そういうわけか。だからか。当たりそうになってんのか。だからびっくりしてんのか。で、これ。お、なんかもうちょっとで解放するな。ホームランポップコーン。ほうほうほう。あともうちょっと解放するから。ちょっと待ってよ。何で解放できる？お願いだな。豆腐。あ、よし、いける。味噌減っちゃったな。これでまず、いけるはず。来た。みかんの木。とみかんと、女神のヨーグルトアイス。女神。女神アザトッティバーガー。アザトッティ。うんうん。ストーリー解放。疑惑の外町。これはバラされるな、何か。だろうね。トッティなら言いそうだね。ああ、さすがドラえもんスター。でもそれがトッティなんだよな。これやったでしょ？あ、そうだ。新しく建てれるものがあるんだよな。ここに置くしかないのか。310。だいぶ使うな。みかん。みかん。みかん。まあ、いっか。よし、みかん。みかんは？1日かかるの？1日かかるんだ。取って、これお肉。お肉1個か。うわー、いいや、我慢しよう。ツーアウト、スリーアウト。うーす、中止します。これか、ごめん、お願い、これか。際どいの来たな。やっばいな。なんとかなんないかな。お、豆腐できた。あっちの依頼だけちょっとやっとこう。ああ、ああ、味噌。味噌にお肉もない。じゃあ味噌。お肉はあと3時間か。2時間半だからね。まあ約3時間でいいや。あの、付き合っていただいて本当ありがとうございます、本当。もうネタ枠が、まあ、朝かね、いちご20ぐらいで。よし。これ
でしょう。なんかこれぐらいで、よし、じゃあ何を置こうじゃあ何を置こう、まあこれでいいや。よしさあ旗本とこチェック。多分新しいものが出てないねうんうん、こんなもんでいいや。積み荷を手伝いたいんだけど、フレンズのとこ行かなくちゃいけないんだよな。いろいろとちょうどいいんだよね。大丈夫かな。あしこっち、あこっちやってない。ここに言葉してた。レベル25だから次で解放か。よし。今回のお願いの三つに、あっできるもな、できるもな。待てよ待て、これ押しちゃったよ。まだ見ないとこ。スロットマシーンも結構溜まってきたから、うん、溜まってきたね。景品見てみよう。味噌、ああ、うん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 。うん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 。なかなか割に合わないな。よし、じゃあちょっと、すぐ読んでみよう。バキッ。おっと、なんだと。じゃあこれはお願いさせようか。お手伝い募集中。いや、これは、やろう。これはしよう。おっと、記事、こっちすら。これは厳しいね。お願いするにはちょっと、さすがに。物が物だけどな。お願いしたらいけるかな。募集、かけてみよう。来ないと思うけどな。お願い。やバターがない。じゃあ一個は後で自分でやるから、残り一個を誰かに頼む。で、一旦放置。この記事は無理よ。さすがに。短時間にやるにはもう、つぎ込まないといけない。よし。どうも、チョロマツです。なんつうか、いろいろとちょうどいいんだよね。いいの？野放しにして。なんつうか、いろいろとちょうどいいんだよね。何してんの？あー、なるほど。選抜だね、これ。選抜だね。うんうん。あ、なんだっけ。へー、ビッチャービビってんの？おめえはどっちの味方なんだって。そろそろ受け取るか。受け取ってなかったな。あと何人かの飴を使って何か手に入れたんで。それも見ないとね。いないんじゃないよ。作ってないだけ。ラグランね。まだラグランやった。相談があるんだけど。17話。変わってるね。これ9話の恋する10始末。飛んだぜ。相変わらずくっそ弱いね。麻雀界。
に微笑んだようだな。じゃあ仕込まずよし、トトコだよ。いいの？野放しにして。周りの感覚。どうもチョロマツです。ちょっと着せ替えしてみようかそろそろ着せ替えさせようか。まず一回全員これにしよう。相談があるんだけど。ん？あ、決めポーズがもしかして。誰か紹介してよ。これ決めポーズって。誰か紹介してよ。今日は絶対に行かないぞ。あ、やっぱりだ。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。あ？やっぱりだ。あのビジュアルと一緒だ。おお、やっぱり格好が一緒。まあ、でも強いて言うなら同じだ。やっぱりなんか増えるかな。あー1かそれでも1しか上がんないのか。あ、セリフやっぱり一緒だよね。一緒。うん。一緒だよね、そりゃ。うん。え、一緒。誰か紹介してよ。ラグラン。今はとまだね。とはいえ全然足りてないな。お、なんでおそ松先生パン持ってん？いいかな。俺も主演やってもいいかな。いろいろとちょうどいいんだよね。そう、声優ってちょうどいい。お肉まだだからな。際どいな。来ないよな、お手伝い。さすがに作っとくか。じゃあ仕方ない。いいかな。俺も主役やってもいいかな。いないんじゃないよ、作ってないだけ。卵もできてるけど、はい、収穫した後枠が減っちゃうな。しない方がよかったな。まだみかんできないからな。では期間が足りなさすぎるよ自分にとってのね。一気にダイヤを使ってなんとかするしかないのかな。これは俺も主役やってもいいかな。お、よし、この辺か。よし、ちょっと増やしとくか。さすがに どうだ、もうちょっとか。いいかな、俺も主役やってもいいかな。どこだよ、この辺いいね。
ああまだか、全然だ。あ、自信ます来た。おっと砂糖か、大丈夫っぽいな。なんか見た気がするけど気のせいにしよう。いいかな、俺も主役やってもいいかな思ったけど、ハロウィンイベント早くないかな、終わるの。ハロウィンまだ終わ、まだ始まってないのにだよって思う、今一瞬思ったけど。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。回収。あ、人参できたね。よし。人参できた。次こっちだ。でももうちょっと増やしとこう。残りはこれ。よし、それでも全然だよね、全然だね。せめて3万いければいいかな。あと手に入れてない2体目はトロマス兄さんか。ダメ、俺も主役やってもいいかな。これランダムなんですよね。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。木材か。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。いいかな、俺も主役やってもいいかな。よし、受け取ろう。これ覚醒。僕だってやればこんなに成長できるんだ。成長してるのかこれ。成長してないよねこれ。できてないよねドローン。よし、あとそうだ、イベントキャラは確か一体だけ手に入るんだよな。この今状態だったら1体だけ手に入るんだよな、1枚、確か1セット目。十四末欲しいんだけど、確か1枚あるから。詳細、ああ、内容一緒だ。 13% アップか。ごめん、ちょっとこれ見た目で選びそうだな。おそ松兄さんがちょっとどうしても見た目が好みなんだよな今回。星5のね、これ新規ボイスだねこれ。セリフあり、あ、ストーリーあるんだねこれ。はあ、はあ、うわー、これは欲しいな、全員見たいよストーリー。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど。待って、ストーリー見たい、ストーリー見たい。ニューついてなかったな今。イラスト、ハロウィン前編。あ、セリフフルボイスじゃないのか。やめよう。よし。いよいよだぞ。こんばんは。はい。今日は楽しい夜を過ごしちゃおう。あれ、スターシステムかなこれ。なんで俺が
よし、決めた。おそ松兄さんの企みが怖いな。何があるんだろう、この後。ストーリー知りたいけどな。チケット1枚使うことになっちゃうんだよな、そうなると。さっき世界だ。これ？なんかすげえことになってるし。変更保存。確か新規だから、ハロウィンだから、ハロウィンに合わせた場所であればよし。いた、飲んでないでさ飲んでないでさ飲んでないでさこっちじゃない？完全に芝居だよこれ。向き変えてみよう。あれ一緒？あれ一緒？なんか関係するものなんかなかったっけ？あれ？見たことあるんだよな、このモーションは。やっぱ買わないとダメなのか。うわー、でも今消費するの厳しいな。厳しいな。3000か。でも今さ設置してもな時間がねいろんな意味でまずこれはもらおう。よし、どうなったかな。まあ来ないよねまあ来ないよねそりゃそりゃ、ね、あ、そば来た。仕方ない、自分で積もう。コンボか。今更だけど、なんか撤去に使うアイテムはね、あのみんな神松の時に出てきた武器と一緒っていうね。ハサミ、カマ、マシンガン、ダイナマイト、釘バット。チョマス兄さんは何もないからね。あ、サトウキビできた。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど、よし、もう一回見直そう。大丈夫かな、取り逃しないかな、大丈夫かな。大丈夫っぽいね。うんうん、変わってるね。牛がもできるから、よし、牛収穫。トトコだよ。ちょっと意識高い系のことばかり言っちゃったけど、よし、OK。こんなもんかなというわけで今回は、いいかな、大丈夫かな。裏にとりあえず、行けるとこまでは行きます。というわけで、今回はここまで。